いただ。やっぱ中華には本当は中国人がみん地域によっては紹興酒は。へえ。まあ考えて。そういうこと。さすが。それじゃに。ちなみに中国じゃなんだか日本の乾乾杯。乾杯。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。やめるなよ。やんのか。痛めつけるね。やってやるぞ。来いよ。
で行かれる。それでは。どちらまで行かれる。それでは出発。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大公、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね、今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。いいか、神室町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては
現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長を問う。どないなってますやん頭、何言うとるやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、俺はギャル解放権。ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああもちろん、それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな後目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。1つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあ親父さんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは
誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。天道、こないな喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな、おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。やんのか来いよ。こいつに決め